お疲れ。うっす。うっす。うっす。今日はなんですけどね。まあ僕はよく言っとんですよ。やっぱ休憩行く時でも、商売道具じゃないですか、安全帯って。ヘルメット。商売道具を置いていくなと。絶対トラック乗って。現場にね。そうっす。まあ、現場行って。はい。昼の休憩とか。はい。そういうことだろ？まあ、現場から離れる時でも。現場離れる時に。貴重品と一緒で持ち歩けって僕は言っとんですよ。常に言っとるんですよね。だけど、それがまあ、守られてないと。だからちょっとそろそろトラックの件じゃないですけど、前回。カンタ。まあ、あれじゃないけど、まあ、ちょっと周知させようかなと思って。まあ、周知会みたいなもんさ、今日。っていうことは、別に俺らがいたずらじゃなくて、教育だよな。教育です、教育。これ、いたずらじゃないから、お前。一つ言っとったけど。将来は、社長がこんな会社終わってんなとか言って言われるけど、終わってねえんだよ、残念だけど。周知の仕方にもいろいろありますからね。僕らのやり方はもうこういう風なやり方です。YouTube を絡めて。楽しくやるのは大事だから。そんな感じです。今日はじゃあ、教育ビデオだね。教育ビデオ。教育ビデオ。社食品教育ビデオね。こうなったらこうなっちゃうよみたいな。はい。そうですね。まあでももうぼちぼち今どこのなんですか。もうついて、でまあバラして、まあちょうど今昼なんで12時なんで。ぼちぼち休憩みたいな。飯食ってないって言ってたんで、まあ切りのいいとこまでやって飯食ってきますって言ってたんで。まあ飯食う時にやっぱまあ現場で弁当持ってきてないんで、絶対コンビニかどっか行くんですよ。飯食いにか。でその時にささっと。はい、ささっと教育な教育ですね。教育の一環です。ささっと教育するだけ。ささっと教育するだけ。教育しに行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。ちょっと現場見てみようか、一回な。はい、見てみます。偵察行こうか。偵察しますか。偵察しますか。いやおるかまだ。あ、やってるやってるやってます。やってるぞ。いいっすね。あれ俺結構トラックおる。結構バラしてないっすあいつ。キリのひどいこと飯食えよーってなんですけどね。いいっすよ。トラックトラックいます。バレんようにしよう。トラック止めてます。人がいない。飯食ってんじゃん。いや入ってます。左回ってます。飯食ってないと思います。飯食ってない。はい。裏バラしとんか。多分裏バラ地面からバラしとんか。マジか。飯食れよあいつら。飯にしろよ。遅いっすねあいつら。飯にしろよ。僕電話で早く飯にしろって言ってきます。電話して早く飯にしろって言ってきます。待ちます？電話で煽る？煽りますか電話で。電話でなかったっすね。あ？電話でなかったっす。なんか連打しろ。はい。連打しろ。これまた視聴者楽ぞ。おいおい。はい。兵隊電話しろよ。やってみましょうか。やってみましょうか。お前にどうだって。お前にやったっとるんだって今。おい。兵隊電話しろ。責任転換の仕方が違うじゃない。やってみましょうか。お前に言ってんだよ俺。これね、視聴者の皆さんみんなで一斉にかけましょう。再生数分ぐらいのまあ1割ぐらいかけてくれたら俺は案の定かな。まあ多分女の子から結構来るんじゃないです。いや女の子が来るんだったら俺の番号言うわ。これ間違ってます。可愛いやつ限定。社長の番号。可愛いですね。社長。あ、お疲れです。まあ今足場組んどる？あ、解体しとる？もう始めとる？そうですね。いやもう先飯お前食っとけって話じゃないの？あ、いやもうちょっとキリがついたところでこうかなと思って。もういいってキリなんかつけんでいいや。いやいやちょうど今向かっとるだ3、40分ぐらいかな。あ、じゃあもうちょっとで終わらせて。もう飯食いますか。いい。終わりました。頼んだ。はい、了解です。ごめんな。無理って。あ、はい。死ねやガキ。死ねやクソガキ。はい、ありがとうございます。教育行きと言うんじゃんお前ら。おい、叩け俺は叩いてよ。お前ら楽しいんだろ。それで毎日人生はそれで幸せなんだろ。アンチコメント入れて叩けや。ちょっとやばいかもしれんな俺な。はい。玄米と魚しか食ってるんで最近頭欲しがってきたから。肉はやからさ。あれ食うといいらしいです。氷砂糖。氷砂糖食うといいらしいです。長いもん買ってこうかじゃあちょっと。はい。まだ終わらねえなあいつ。終わらんすね。間違えてヘルメットかぶったりとかやべえと思って、なんかでお客さんがめちゃめちゃ見てきてるもんね。あ、やべえ俺ヘルメットかぶっちゃうわと思って。あ、そうだね、俺トラックの近くにおるじゃん。あ、俺準備しろ。ちゃうじゃん。アンチに一言言って。もう今日なんかアンチスイッチ入っちゃった。アンチスイッチ。アンチスイッチ。あなたがいるから動画が伸びるの。アンチスイッチ、うんこ。アンチスイッチ、うんこだよ。うんこ。うだろ、うんちは。うんちは、うんだがや。うんこっす。うだろ。うんこっす。お前何言っとるんだ。なんかアンチみたいなやってるっすね。お前、うんこはうだろうが。うんこっす。うんちはうんだろうが、お前。なんか魚あるじゃないですか。うんから始まるんだぞ。なんか家族とかで魚見に行くところなんて言います？水族館。水族館ね、水族館ですね。なんかそれ俺なんかこの間なんか言われたな。すいませんって送ったら本当に文面もわかんないんですねって。すみませんですよって言って。あっちそんなあいちゃって。飯行ったな。飯行きました。ボロコセント。いつまでボロコセント。水族館だから。本題忘れてました。あれっすね。うわ、できれいに置いてとる。できれいに置いてる。ちゃんとしよう。いや、ちゃんとしようんですけど、いや、置いてっちゃあかんのっすよ。貴重品と一緒っすよ。隠しカメラ。隠しカメラ。人間のクズでごめんなさいね。よいしょ。めちゃ丁寧になんか麦わらもした。まあ、今こんなに別に俺はビビって焦らんでも、あいつら飯だもん。そんなすぐこんなの。いいっすね。これ行きましょう。全部水筒も全部持ってきました。水筒も全部持ってきました。泥棒だよ、多分。ちなみにお客さんには許可取ってるんだよ。取ってます。一応今回は企画の内容も伝えてあるんだろ。まあそんな感じです。これはあくまでも教育動画ね。教育動画です。はい。周知会でしょ。周知だね。通常でしょ。バレんようにあげしなかったじゃん。はい。バレんようにあげしなかった。はい。どっか隠れとこうか。はい、さっき駐車場で隠れとくじゃん。駐車場に行きますか。いいじゃん。あ、来ました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 。あ、家の前に来るのと思ってじゃない。家の前と思ってお前安全だよ。え？そこに置いたとこや。え？なんで？これ。安全だよ。やばいって。何持った？知らんわ。お前らだろ。これ置いとったやろ。うん。なんで？ドラッグある？ドラッグ？ねえだろ。ない。なんでだ。取られた。はい。ないです。はい。手術できんがよ。どこですか。もう嫌われようがないでしょう。やっぱ人の悪口か人いじめとるのが一番楽しい。人の悪口。あってらっしゃい。泣きされとるやん、あいつ。あ、気づいた気づいた、こっち気づいた。照明普通に撮った。お疲れ。いい。なんか、キモいやん。野良犬みたいな。野良犬がいい。めっちゃ怒られるな。めっちゃ怒られるな。多分見えんでしょこれ。なんかすごいね、しかめっつらしてます。しかめっつらしてます。どうした？よ、これどこでばらしたの？こっち面と下もやばらした。右面と正面やばらした。あ、そう。これもか、そうなんですよ。帰ってきたら安全だよ。違う。いや、ほら、これ固めといて。飯いった。一個一個であるんですか。出ようって。何トラック行くな。すいません、質問が。で、本当この置いといたんだ。どうするの、この線や。まあ、けど。ダメだろ。これじゃない。はい。はい。牛スタンズでも。ちょっと見てるんですね。はい。思ってること言ってみてるんで。絶対撮りましたよね。お前、撮ってねえ。撮ってねえってよ。絶対撮って。安全帯撮る必要ないです。カメラ撮ってるから。あ、しかも。こっちも隠しカメラです。やばいです。あの音声も入ってるので、お前悪口とか言ったらやべえぞ。いや、悪口な。やばいやばい。本当やばい。お前外れねえぞ。いや、俺は本当知らんぞ、絶対。さっきなんか自転車乗って空き缶拾っとる人がなんか持ってた、多分。これはみんなで売れるわ。とりあえず返してもらっていいですか。安全帯。返してもいります。ひげそれ。ひげしとるの？誰がひげ生やしていったんだ。お前も生えとるやんか。お前もね。いや、僕はこれひげじゃないですか。ひげ何こいつ。いや、俺お偉いなって初めてそんなん言ったからと思って。ひげ生えてるやん。これ僕入れ墨です。あぶねえ。安全帯返してほしいです。安全帯？はい。お前これ何か知っとる？YouTubeじゃねえ。はい。教育動画だって。3チャンネルだって。NHK だって。小林3チャンネル。小林3チャンネルだって。あなた？置いといたらあかんでしょって。貴重品だろ？貴重品だろ？盗まなかったらいいの？逆に。ダメです。だろ？奥さんちの家の前に切り抜けるのに夏剣で噛んでいいの？そうですね。でこうやって俺偉そうにしてやる龍二の動画めっちゃ叩かれてるやろ俺。お前の会社なんか全員絶対やめるよって言って会社くちゃ叩かれただろ俺。そんな感じですか？はい。結果何、教育動画のちょっと教育最後収めて教育で安全帯とかね貴重品、トラックもそうですけど会社から支給されたものじゃんヘルメットとかって安全帯でも自分で買ってた安全帯は自分で買ってたでベトナム人とか実習生の子たちは安全帯会社から支給されたやつだもんでやっぱりね借り取る以上もらった以上大事にしようっていう教育動画です。はい、そういうことです。めちゃくちゃ好感度上げてんじゃん。めちゃくちゃ好感度上げてんじゃん。上がってねえってお前めっちゃキモかったよ今。はい。じゃあ最後締めもやって。はいってことですね。本日の動画ちょっと締めたいと思いますので皆さんいいですか。はい。じゃあ321いきますよ。321いきますよ。321また見てね。やばいねお前。レギュラーにする。